皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今回は前回に引き続きジェームズ・ウェッブが観測した画像を紹介していきます。お、また綺麗な画像を見せてくれるのか？もちろんよ。みんなをメロメロにして宇宙のことしか考えられなくする企画だからね。まあ視聴者のうち7割くらいは銀河を置かずにご飯を食べてるくらいだと思うけどね。変態の集まりかよここは。そうですけど何か？こいつ開き直ってやがる。さて、まずは簡単なやつからいくね。本当に簡単なのか？これを見て。これは火星か、普段見るやつと違う印象があるな。そうね、これは高度計データを元に作成した標高イメージ図だから。地形を目立たせるためにこういう色にしてあるね。なるほどな。その中で注目してほしいのがここでね。ヘラス盆地というわ。へえ、火星にも盆地があるのか。そうね、隕石が衝突してできた巨大なクレーターだから、そう呼ばれてるね。なるほど、クレーターの衝突跡か。クレーターが衝突すると、地面をえぐって周囲に山を形成するけど、隕石があまりにもでかいと、衝撃が大きくて、お椀型じゃなく平らになるわ。ただ、そのクレーターがあまりにも巨大で、広大な平地が広がってるから、平原とも呼ばれてるんだよね。どのくらい巨大なんだ？東西におよそ2300キロあるから、タオパイパイが柱に乗って行ける程度だね。今の若い人は知らんだろ。え、ドラゴンボールは義務教育でしょ？毎週水曜日の夜7時になるとみんなテレビの前に座って見てたんだし。水曜日じゃないところもあるけどな。水曜日じゃないってなんでテープが届かないの？鹿児島でさえ木曜日にやってたんだぜ。鹿児島はしょうがないよ。なんでだ？鹿児島県民は宇宙の勉強をしないと落ちこぼれは宇宙船ポットに乗せられてよそに飛ばされるからね。鹿児島県は惑星ベジータじゃねえよ。話を戻すけど、ジェームズ・ウェッブが観測したこの画像を見ると太陽光にさらされてる部分は温度が高くなってるのがわかるけど、このヘラス盆地だけちょっとだけ温度が低いのがわかるわ。確かにちょっとだけ暗く表示されてるな。ここでマリサに問題です。いきなりだな。なんで盆地の温度が低く見えてると思う？全く見当もつかないからヒントをくれ。ヒントは火星の大気よ。それはヒントなのか？キモータの中ではもう答えを言ってるようなものだけど。キモータの中ではだろ、一般にもわかりやすいヒントをくれよ。ほんと欲張りさんなんだから。火星の大気の 95% は二酸化炭素よ。ほとんどが二酸化炭素か。じゃあクレーターに二酸化炭素が溜まってるからでファイナルアンサー。おい、なんかリアクションしろよ。悔しいけど、正解よ。マジで？正解は、クレーターに溜まった二酸化炭素に近赤外線が吸収されてるからよ。え、赤外線が吸収？これを見て。なんだこれ。これは、ジェームズ・ウェッブが観測した赤外線波長と、その強さを表したものでね。二酸化炭素や水、一酸化炭素に吸収されて、赤外線がガクッと減衰してる波長があるのがわかると思うわ。そうだな、深い谷ができてる波長があるな。こっちの観測画像は 4.7 ミクロンを観測してるから二酸化炭素の影響を受けてることがわかるわ。つまりどういうことなんだ？このヘラス盆地の深さは火星標準地形を基準にするとおよそ7キロ。周囲にあるクレーターの山の頂上から計測するとおよそ9キロあるのね。すげえ深さなんだな。地面から放出した近赤外線は深さの分だけ二酸化炭素の大気重を長く通過しないといけないから、赤外線が二酸化炭素に吸収されてヘラス盆地の温度があたかも低いように見えてるってわけね。そういうことか、深いからか。じゃあ実際の温度は変わらないってことなのか？そうね、火星の大気圧は地球の1000分の6。温度を変えるほどじゃないけど赤外線を減衰させるには十分だし、その小さな差を観測できるほど、ジェームズ・ウェッブが高性能だということだね。さすが1兆円。ついでにもう一つ話すと、こっちの観測画像は逆にヘラス盆地の温度が高くなってるでしょ？確かに周囲よりも高いな。これはまた別の理由があってね。惑星が放つ赤外線って主に2種類があってね。太陽光が大気や地面に当たり反射する反射光と、太陽光が地面に当たった時に地面が赤外線を吸収して熱を蓄え、その熱を赤外線として放射する放射光があるわ。反射と放射か。反射と放射で赤外線波長が違ってね。1ミクロンから3ミクロンは反射光が大半で、3ミクロンから5ミクロンは放射光が大半なんだよね。波長によって発生源が違うのか。さっき解説した 4.7 ミクロンは地面からの放射光がメインだから、
ヘラス盆地の地面から放射した赤外線が二酸化炭素の大気を長く通過したせいで途中で減衰したってことね。なるほど。一方、こっちの観測画像は 2.1 ミクロンの波長を観測したもので大気や地面で反射した赤外線なんだよね。つまりこれだけを見ると火星の黒い部分はあまり反射せず熱を溜め込んで放射してることがわかるわ。つまり地表の特性が違うってことね。あれだな、赤外線のことをよく知っておかないと観測画像を見ても理解できないんだな。次に紹介するのはこれ。タランチュラ星雲ね。これすっげー綺麗だな、こういうの待ってたんだよ。地球からおよそ17万光年先にあるわ。17万光年とか、もうわけわかんねえ距離だな。ちなみにこの画像の右端から左端まででおよそ340光年あるわ。キロメートルにするとおよそ3216兆キロだね。ますますわからん。新幹線で行くとおよそ12億年かかる計算だね。もう何もかも朽ち果ててそうだな。そうだね、今後12億年も JR があるとは考えにくいしね。 JR の心配より地球すらあるか怪しいだろ。そんなタランチュラ星雲は過去にハッブル宇宙望遠鏡も撮影しててね。並べてみるとこんな感じだね。全然違うな。ハッブルの方は妙に白っぽいのに、ジェームズ・ウェッブの方は透明度が上がった感があるな。これはもう光学観測と赤外線観測の違いがもろに出てるね。そうなのか。まずはハッブルが観測した画像で解説するとね、全体的に白っぽく光って見えるのはガスそのものが発光してるからなんだよね。ガスが光るってどういうことだ。大質量の星から大量の紫外線が出ていて、星雲に漂っているガスがその紫外線で電離してガスそのものが光ってる仕組みなんだよね。星に照らされてるんじゃなくてガスそのものが光ってるのか。だから光学で観測するとこういう風に映るってことね。なるほど。その紫外線は新たな星を生むきっかけにもなるんだよね。紫外線でどうやって星を生むんだ。星が誕生するためには塵とガスが必要で、それらが小さな集まりとなったところに少しだけ重力が出て、周囲にあるガスや塵がその重力に惹かれて集まり大きくなっていくんだけど、紫外線がガスに当たると衝撃が発生して波を打つような感じになるのね。その波でガスや塵が小さな集まりになって新たな星を生むわ。へえ、うまいことできてるのな。そんでその塵ってのがこの黒く見えてるやつなんだけど、これは塵そのものが見えてるってより紫外線が塵に妨げられているせいで届かずガスが電離しなかった領域という方が正確ね。なるほど、発光してない領域ってことか。それだけ材料があればたくさんの星が作られるわけで、特にこの NGC2070 と呼ばれるこの領域は作られた星がたくさん集まっていて、誕生からおよそ200万年の若い星が50万個くらいあると推測されているわ。200万年が若いのか。めちゃくちゃ若いよ。人間でいうと幼稚園児以下の若さだね。マジで若いというレベルじゃねえな。そんなたくさんの星が集まってるところにぽっかりとガスが薄くなってるところがあるでしょ。そうだな。なんでガスが薄くなってると思う。星を作ったからガスが少なくなったのか。ここにある星がガスを吹き飛ばしてるのよ。マジで。この星は若くない年寄りな星でね、巨大な恒星からは重力よりも強い力で飛び出す恒星風ってのが吹いてるから、それで周囲のガスを吹き飛ばしてるわ。めちゃくちゃ強力なんだな。そこで一つジェームズ・ウェッブが面白いのを観測してるわ。なんだ。ここがさっき言ったガスを吹き飛ばしてる星なんだけど、その上に楕円形のガスが形成されてるのわかる。なんか卵みたいな形してんな。これね、今まさに吹き飛ばされつつあるガスなんだよね。マジで。まだガスに包まれてる大きくて若い星から吹く恒星風で吹き飛ばされて、そのうち空洞となるわ。そして吹き飛ばされてるガスはある程度圧縮され集まるから、そこで重力が強くなり新たな星を作る領域になるかもね。そっか、ガスや塵が集まると星ができやすいんだったよな。人間も男女が集まるとそこで恋が芽生え合いを育み、いずれ新しい家族ができるからね。それと同じよね。いや、その例えはおかしい。まったく、リア充は爆発しろ、超新星爆発しろ。ぼっちオツ。さて、次に。この超星団 R136 と呼ばれる領域には、もっと若い100万年から200万年の星が集まっていて、その中に人類が知る中で最も重い星があるわ。重い星？この画像ではわかりにくいけど、アメリカがハワイに建設したジェミニ天文台が観測したのがこれね。右がハッブル、左がジェミニ天文台が観測した人類が知る中で最も重い星の R136AH ね。
最も重いってどのくらいなんだ？ジェミニ天文台が観測するまでは太陽の300倍前後だと思われていたけど、ジェミニ天文台がはっきりとした像の観測に成功したから、その明るさを元に再計算が行われて、今は170倍から230倍くらいと推測されてるね。なんかめちゃくちゃでかそうだな。直径は太陽の30倍から40倍と推測されてたけど、再計算の必要性が出てきたから何とも言えないね。まだ結果が出てないのか？観測結果が2022年8月だからね、これからだね。そっか、まだ最近か。恒星って巨大になると激しい核融合をするから明るさもやばくてね。明るさは太陽の800万から1000万倍、表面温度は5度万度以上と推測されてるね。太陽が可愛く見えてくるな。太陽なんて超新星爆発できない雑魚だけど、R136AH はまるで世紀末のような超新星爆発をするかもよ。太陽を雑魚呼ばわりするのって霊夢くらいだな。そんで、その世紀末のような超新星爆発ってなんだ？まず天体はいずれも質量を持ってるから重力が発生してるのね。なるほどな。そのうち恒星は質量が大きいから自ら発している重力で核融合を起こして熱と光を発してるのね。でも恒星の大部分が水素やヘリウムでできてるから、そのままでは核融合のエネルギーで中心部だけ残して発散させてしまうけど、それをつなぎとどめてるのが自ら発してる重力で、恒星の大きさは重力と核融合で生成したエネルギーが釣り合った結果なんだよね。ちょうどいいバランスが今の大きさってことか。もし水素やヘリウムなどの材料が枯渇して核融合が停止すれば、外側へ向かうエネルギーが弱くなり、いずれ消失するから、恒星は自ら発してる重力に従って中心部へ収縮をはじめ、いずれ限界点を超えて大爆発をするのが超新星爆発で、爆発後は神星雲のような残骸を残すわ。太陽質量の大体8倍から15倍の恒星で起きるとされていて、それより大きいと極超新星と呼ばれているわ。極がついてる時点でもうヤバそうだな。でも極超新星爆発は観測実績が少ないからまだよくわかってないんだよね。あら、まあ難しいんだな。その極超新星をさらに超える太陽質量の130倍以上で起こるとされてるのが世紀末のような超新星爆発でね。その名も大不安定星型超新星というわ。それの何がどう世紀末なんだ？超新星爆発とかって神星雲のような爆発した後の残骸を残すけど、大不安定星型超新星は強力すぎて残骸を残さないし、ブラックホールすら作らないと考えられてるわ。マジで何もかも吹き飛ばすってことか？そうよ、あらゆるものを吹き飛ばす爆発力があるわ。何をどうしたらそんな爆発ができるんだ？大質量の恒星って重力に抗う方法の一つにガンマ線があってね。核融合で生成した大量のガンマ線を外側に放射して支えてるわけだけど、水素やヘリウムなどが枯渇すると核融合が停止して重力で縮小を始めて温度が上昇するわ。さっき言ってたやつだな。温度が上がるとガンマ線のエネルギーが増加して原子核に衝突すると電子と陽電子が作られるわ。そうすると恒星の温度が上がるからガンマ線のエネルギーも増加する。それを繰り返すと温度と圧力が不安定になり、星を吹き飛ばすような激しい爆発を起こすわ。そんなのが太陽で起きたらどうなるんだ？マリサは細胞一つ残さず消滅するし、太陽系はなかったことになるし、私は異世界転生が確定するわ。相変わらず異世界ものが好きだな。そんな大不安定星型超新星は一度だけ観測したかもしれないんだよね。え、実績があるのか？2016年にアメリカがハワイに設置してるパンスターズが、地球からおよそ36億光年先で観測史上最強の超新星爆発を発見したわ。それが大不安定星型超新星なのか？発見から4年間は何もわからなかったわ。なんでだ？爆発の光があまりにも強烈すぎて何が起きたのかさっぱりでね。光が100分の1になって観測できるようになるまで4年間待ったわ。すげえ爆発なんだな。それが実は脈動大不安定星型超新星なんじゃないのかと推測されてるんだけど、その恒星の質量は太陽の50倍から100倍と推測されてるから、 R136AH の方がはるかに大きいんだよね。ということは爆発力も大きいということか？そうね、それに30億光年に対し16万5千光年だからね。本当に爆発が起きるのか、起きればどうなるのか、地球からどう見えるのか、答え合わせは数百万年後。答えを知りたい方は長生きしてください。デーモン閣下より長く生きろってか。わーわー言うとりますが、お時間です。
このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。あと感想など気軽にコメントを書き込んでください。それではまた会う日まで。それじゃあな。あのさマリサ、ちょっとお願いがあるんだけど。お金ならないぜ。そうじゃなくて一発でいいからマスタースパークをアメリカにぶち込んでくれない？得意でしょ、ゴンブトレイガー。なんでだよ。ジェームズ・ウェッブの観測ペースが速くて解説が追いつかないんだよね。今回のタランチュラ星雲だってまだ話したいこといっぱいあるし、他にまだ解説してないやつだってあるのに、寝て起きたらまた新しい観測をしてるじゃん。こっちはアポロ解説という長編を抱えてるし、ハヤブサ2、世界の車上、日本の宇宙開発などなどあるんだよ。解説が追いつかないから宇宙望遠鏡科学研究所に一発かまして観測ペースを落としてもらって。そんなことしたらミサイルで報復されるだろ。マリサのお天見店がコッパみじんになる程度でしょ。大丈夫だって。その前に霊夢を転生させてやるぜ。